ギャホホー、こんにちは。アルマちゃんです。サキュバスをやってます。で、こっちは私が取り付いているカナタくん。20代前半までの俺は、ひもての童貞で、毎日死ぬことばかり考えていたんだけど、こいつが突然やってきて、生活が一転したんだ。初めてした時のこと、覚えてる？カナタくん、すっごい可愛かったよね。おいおい、言わないでくれよ、恥ずかしいって。そんなカナタくんとも、連れ添ってかれこれ15年になりました。この間、カナタくんはいっぱい、私を満足させてくれました。ありがとう、カナタくん。ポウっても楽しかったよ。私、カナタくんと過ごした時間を絶対に忘れない。絶対に。ははは、なんだよ、お別れみたいな言い方じゃんか。お別れだよ。うええー、どういうことだよ。だってカナタくん、最近は立ちが悪いし、毎日エッチしてくれないじゃん。そりゃ俺だって歳なんだから、毎日ってわけにはいかないだろ。だからお別れです。カナタくんと一緒にいたら、私、飢え死にしちゃうもん。もっと若くて吟味な男の子のところに行きます。さようなら。おい待てよ。俺たち、15年も一緒に暮らしたんだぞ。籍は入れてないけど、事実上、夫婦じゃんか。二人で泣いたり笑ったり、喧嘩して、かっこ悪いところを見せ合ったり。それでも好きだよって、愛してるよって、何度も言ったじゃんか。そりゃ、立ちにくくなったのは申し訳ないけど、俺たちを繋いでいるものは、体だけじゃないはずだろ。俺は、お前の心を愛してるんだ。お前は違ったのかよ。私も同じだよ。カナタくんの優しい心が大好きだよ。できればずっと一緒にいたいよ。だろ、どうにか一緒に生きられる道を探そうよ。無理だよ、カナタくん。これからどんどん年をとって、そのうち、今より立たなくなるでしょう。それで80歳くらいで死んじゃうでしょう。でも、私の寿命は800年なの。残念だけど、こうなることは最初から決まってたのよ。そんな、じゃあこの子はどうなるんだ？生まれたばかりの俺たちの赤ちゃんは？この子を幸せにする義務が俺たちはあるだろ？知らないよ、女の子だし。私、その子のこと嫌いだもん。産まなきゃよかったと思ってる。適当に煮るなり焼くなりすれば。じゃあね、カナタくん。今まで愛してたよ。嘘じゃないからね。バイバーイ。おい、アルマちゃん。アルマちゃん。好きだー。大好きだー。